アクションスクール講師白井です。それでは前転の解説に参ります。足を揃え膝を閉じます。両手で三角形を作り、視線は三角形の中心に置きます。前傾姿勢のまま進行方向へ腰を上げ、上体を遠くへ伸ばすようにして手を床につき、足で跳躍すると同時に進行方向に顎を引くと回転が始まります。顎を引いたまま膝を胸に近づけ、腕で膝を抱えるように体を丸めます。この時体が開いてしまうと回転が止まってしまうので注意しましょう。腰が浮くと同時に立ち上がれば前転の完成です。